皆さんこんにちは、栄区長の佐内です。皆さんこんにちは、栄区ナウ TV リポーターの松本美優です。今回も栄区の魅力をお伝えしていきたいと思います。今回は皆さんに栄区の子育てについてご紹介したいと思います。子育てについてですか。はい、この栄区共済病院で最近とても嬉しいニュースがあったんですよ。嬉しいニュースですか、はい、どんなニュースだったんですか、はい、それではこれから一緒に行きましょう。はい、お願いします。はい、横浜栄区共済病院の助産師の伊坂さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。伊坂さん、最近ですね、はい、嬉しいニュースがあったとお伺いしたんですが、はい、どんなニュースがあったんですか。はい、今私たちがいるここ産科の病棟のことですね。栄区共済病院では2007年からしばらくの間お産を中止していたんですけれども、今回6月に設備が整いましてお産の再開に至りました。なるほど。ちょっと中もすごく綺麗になってますよね。はい、じゃあ実際に産科をご案内していただくことでできますか。はい、ここは陣痛分娩室です。通称 LDR と言います。陣痛が始まって分娩、そしてお産後の2時間までを同じお部屋で一貫して見ることができます。従来は陣痛室で長い間陣痛を経ていよいよお産というところで、分娩室に移動があったわけなんですけども、その移動の負担を減らすことができます。伊坂さん、こちらが病室ですか。ホテルみたいに綺麗ですね。はい、こちらが病室になります。入院中の5日間こちらの病室で過ごしていただきます。つい先日栄区共済病院第1号の赤ちゃんが生まれたんです。それは本当におめでとうございます。男の子ですか、女の子ですか。はい、元気な男の子です。男の子。じゃあ生まれた時はやっぱりおぎゃおぎゃと元気よく泣いたんですかね。はい、実は松本さん、はい、当院ではこんなものも用意しています。うわー、美味しそうですね。豪華。フレンチですか。はい、これはお祝い膳といって入院中に一度お出ししている料理なんです。いや、本当豪華ですね。レストランの料理みたいです。実際そうなんですよ。栄区のレストランの中のシェフにやってもらったお料理なんです。そうなんです。実際にじゃあレストランでされるもの。そうです。いや、美味しいです。本当にこの肉の旨味と上に乗ってるそのソースですか、マスタード、うわ、このバランスがいいですね。美味しいです。ところで今回の栄区ナウ TV の放送日が7月7日七夕ということで、その七夕にちなみましてお二人には短冊に願いを書いていただきました。いいですか、見せていただいて。どうぞ。じゃん。お、伊坂さんは何て書かれたんでしょうか。栄区共済病院でたくさんの赤ちゃんが誕生しますように。ストレート、シンプルに安産祈願です。安心安全、そして快適なお産を目指して我々一丸となって支えていきたいと思います。横浜栄区共済病院は JR 京浜東北線本郷台駅下車徒歩7分のところにあります。お祝い膳をプロデュースしたレストランシェ中は神奈川中央交通小山台バス停下車徒歩1分のところにあります。栄区共済病院の産科をご覧になっていかがでしたか。いや、本当にもう安心して出産ができる場所なんだなっていうことを実感しました。これから、はい、出産した後の子育て不安を取り除く栄区の活動をご紹介したいと思います。こんにちは、栄区職員の光武です。横浜市ではこんにちは赤ちゃん訪問事業という取り組みを行っています。これは生後4ヶ月までの赤ちゃんがいるご家庭に訪問員が伺い地域の情報や育児の情報をお届けするというものです。
訪問の際にはこのようなガラガラと栄区独自の育児情報誌などをお届けしています。栄区ではお母さんだけでなくお父さんも応援しています。こちらも栄区で作っている情報誌です。パパズノートと呼ばれるこちらはお父さんにも積極的に育児に参加してもらえるようにという思いを込めて作成しました。栄区独自のものとなっております。短冊に願い事を書いていただきました。じゃん、なんて書いたんでしょうか。私はお子様ご家族にとってもっと住みやすい栄区になりますようにと書かせてもらいました。栄っ子の笑顔の輪がどんどん広がりますようにと書かせていただきました。こちらも素敵ですね。栄区の出産と子育ての環境はいかがでしたか。いやもう本当にまず安心して出産ができるということを知りましたし、さらには出産後退院した後もケアしてくださるっていう、そんな栄区本当に感動しました。せーの、じゃん。私は栄区で子供が産めますように書いちゃいました、区長。はい、私は栄区で出産も子育ても安心して楽しく過ごせますようにと書きました。いいですね、願いが叶うといいですね。そうですね、栄区はせっかく出産できる環境が整いましたので、これからも切れ目のない子育て支援頑張ってまいります。皆さんどうぞ応援をよろしくお願いいたします。まさにみんなで育てる栄の未来ですね、はい、それではまた次回もお楽しみに。収録中、皆さんが書いてくれた短冊は本郷藤山公園に飾らせていただきました。